ゲーミングチェア、全自動お世話ロボット、欲しい。すごいや、何欲しいの？今？もしサンタさんが来るとしたら？スノミヤのうちはね、もうね、家がね、最新だから、煙突ないから、サンタさんも入ってこれないんだけど。まあ、もし、煙突があるとするならば、全自動お世話ロボットが欲しい。スノミヤが、こう、ロボットの前に座るんだよ。ロボットの前に、座るとこがあって、すっかり、カクカク。じゃあ、ロボットが、こう、いるでしょ？タイヤね。で、ここにこう、椅子がついてるんだよ。ゲーミングチェアが、ここに。ゲーミングチェアがこう、ついてて。で、ここにスノミヤが、座る。足流しのみや。で、そしたら、ゲームするときは普通にここに、こう、ゲームするときこうじゃん。ゲーム普通にこうできるじゃん。で、しのみやが。で、しのみやが、疲れたなってなったらもう、勝手にこう、このロボットがウィーンって動いて、ベッドの前まで運んでくれる。で、もう、ウィーンってやっても、スノミヤがもう、同じ姿勢のまま、こう、ベッドに寝れる。こう、なんか手が、椅子がさ、ビーンってなって、スノミヤが、わざわざ降りてベッドに乗り越えなくても、こう、なんか勝手に、ベッドに寝かしてくれるっていう、システム。太陽さん。じゃあ、お世話。お世話。お世話ロボットです。介護じゃない。で、そしたら、今度お風呂入るときも、もうなんか、まあ、じゃあお風呂は、湯船は自分で最悪浸かる。けど、全自動ウォシュレット。全自動ウォシュレットになって、お酢飲みは座ってるだけで、うん。で、もう上がったら、全自動保湿。お酢飲みは座ってるだけで、全身保湿される。で、3箱も荒らしてる。もうご飯すら、飲みはもう、ゲームしてる。手がもうゲームで困ってんじゃん、両手が。そしたらもうご飯すら、こう、ロボットが、食べさせてくれる。口元まで運んでくれる。すんげ手をゲームしてるから。手離せないから、ウィン、いて、手打っちゃった。そう、明日起きたら、スノミヤの椅子が、こうなってるかもしれない。欲しい。どうですか？ゲーミングチェア、全自動お世話ロボット。欲しい。あなたちゃん、妥協して最悪スノミヤの髪の毛を全自動で乾かしてくれるだけでいい。もはやさ。全部譲ってそこ、妥協してそれ。めっちゃ妥協した。もう、最悪それでいい。